近年、日本のエンターテインメント業界では、俳優や、女優の熱愛報道が、ファンの間で大きな話題となっています。最新の熱愛の噂の中心には、人気俳優、目黒蓮と女優の今田美桜の名前が挙がっています。この二人の交際の可能性について、ファンたちは、興味津々であり、SNS 上では、熱い議論が巻き起こっています。 メグロレンと今田美桜はそれぞれの演技力や魅力で多くのファンを魅了してきました。メグロレンは独自の演技スタイルとキャラクターの魅力で若い世代を中心に絶大な支持を得ており、一方の今田美桜もその端正な容姿と演技力で多くの人々の心を掴んでいます。そんな二人が交際しているという噂はファンにとっては夢のような話です。 熱愛の噂が浮上したのは、二人が共演したドラマや映画の舞台裏での様子が、密かに観察されたことが、きっかけとなっています。撮影現場では、二人の仲の良さや微妙な雰囲気が、目撃され、ファンたちはその様子から二人の間に何か特別な、関係があるのではないかと推測しています。また、二人の SNS での投稿やインタビューでの、発言からも、 お互いへの興味や尊敬がうかがえ、熱愛の噂を後押ししています。しかし、一方でこのような噂が事実かどうかはまだ確証が得られていません。黙国連や今田美桜のところ属事務所からは、明確なコメントが出されておらず、2人自身も交際に関することについてこうに語っていません。そのため、ファンたちは2人のプライバシーを尊重しつつも、 彼ららのの交際の可能性についいてて興味津々であり様々な推測や期待を膨まませています一方で、目黒蓮と今度桜が交際しているという仮説が事実であった場合、これまで以上に二人のファンにとっては、喜ばしいニュースとなることでしょう。彼らの交際が公になれば、二人のファンは、ますます彼らの活動やプライベートに注目し、応援の声を送ることでしょう。 また、二人の交際が明るみに出れば、これまで以上に、彼らの演技や活動に対する関心が高まることも予想されます。総括すると、目黒連と今度び桜の交際の可能性についての噂は、ファンの間で大きな話題となっています。二人の演技力や魅力に惹かれるファンたちは、彼らの関係についての真相について、ますます興味を持っています。 今後の二人の活動や発言に注目しつつ、ファンたちは彼らの幸せを願うばかりです。今回占うのは、スノーマンの目黒蓮さんと、今田美代さんの二人です。共演した、テレビドラマ、トリリオンゲーム TBS 系の映画版でも、この二人は共演するのかと話題になっていますよね。そんな二人ですが、本当のところ、お互いにどう思っているのか知りたいところ。また、 これからどんな関係になるのか、交際がスタートする可能性はどれくらいあるのかについても答えが欲しいと思っているファンは大勢いると思います。こうした疑問の答えは二人の相性をもとに詳しく占うことで見えてくるでしょう。今回使用するのもホロスコープのダブルチャート。二人のホロスコープを脱し、組み合わせることによって相性などを見る戦法です。 ホロスコープというのは、西洋占星術に欠かせない星の配置図のこと。その人が生まれた瞬間に、どの星が、どの場所に位置していたかを見ます。それを分析することにより、その人の性格や人生、意識、好み、価値観、才能、恋愛、仕事等、詳細がわかるとされているのです。また、過去、現在、未来についても占うことができます。今回も、 二人のホロスコープを重ね合わせて分析。では、早速相性を占っていきましょう。二人のホロスコープを見たとき、思わず、目が点に。というのも、個人間の相性を見るときに、重要な星が、一つを除いて、全く角度を形成していなかったからです。目黒さんの太陽に対して、今田さんの月が90度の角度をとっている他は、空白地帯になっていたのでした。 この唯一の角度ですが、90度の不和角度です。太陽という、最も重要であり、その人の性格や人生、生き方などを表す星と、月という2番目に重要であり、その人の感情や、好み、心理などを表す星が不和。つまり二人は、お互いに、相入れないものを感じやすく、誤解や、苛立ちを覚えてしまいがちなのです。 しかも他に角度を取る星がありませんから、よりこの90度は、クローズアップされるでしょう。そのため、二人は、一緒にいても、イライラしたり、感覚のずれを感じたりするはずです。もし二人の金星あるいは火星が何らかの角度を取って、いれば、お互いに興味を抱き、引き寄せられる可能性もあるのですが、それもなし。なぜなら、金星は、愛の星と呼ばれ、 恋愛感情を起こさせやすいからです。また、火星は、情熱や衝動を司る星であることから、時として、恋愛感情抜きにでも相手を手に入れたいという、衝動を刺激します。けれど、二人は金星も火星も、角度を形成していません。目黒蓮さんと、今田美代さんは、ホロスコープによれば、恋愛関係には向かないとされています。 お互いに恋愛感情を抱きにくい相性であり、むしろ強い関心も持たないとされています。しかし、このような相性が仕事上では、非常に有利であることがあります。なぜなら、彼らは特定の感情抜きに、パートナーとなることができるからです。彼らが、お互いに強い思いを持っていないため、まっさらな気持ちで向き合うことができるのです。目黒蓮さんと、今田美桜さんは、 全く異なるバックグラウンドやパーソナリティを持っています。彼らが恋愛関係に発展する可能性は低いかもしれませんが、その代わりに彼らの関係は仕事の場面で輝きを放ちます。目黒レンさんは冷静かつ論理的なアプローチを好み、一方の今田美桜さんは創造性と感性に溢れています。このような異なる特性が彼らがチームとして協力し、 互いの欠点を補い合うことを可能にしています。彼らの関係は、まるで真っ白なキャンバスに絵を描くかのようです。お互いに強い感情を抱かないため、彼らは前向きで建設的なやり取りができ、新しいアイデアを取り入れることができます。彼らの協力関係は、クリエイティブなプロジェクトや複雑な問題に取り組む際に、特に効果的です。 メグロレンさんは分析力に優れ、今田美代さんは柔軟性と創造性に富んでいるため、彼らは互いの強みを最大限に活かすことができます。メグロレンさんと今田美代さんの関係はビジネスの世界での成功をもたらす可能性があります。彼らはお互いを尊重し、信頼し合っています。彼らの間には競争心や嫉妬心がないため、 チームとして効果的に機能し目標を達成することができます。彼らの協力関係はプロフェッショナリズムと成果に焦点を当てており感情の起伏や個人的な関心事に振り回されることはありません。最終的に目黒連さんと今田美代さんの関係は仕事の成功に向けた新たな可能性を切り開くことができます。彼らが お互いに強い感情を抱かないことが、彼らの関係をより強固にし、クリエイティブなアイデアの交換やビジネスの成長を促進するのです。結局のところ、彼らの関係は、互いの能力を最大限に引き出し、共に成功を築くための力強い基盤となるでしょう。彼らの関係は、まさに、ビジネスパートナーシップの典型です。恋人同士になる可能性は、 極めて低いかもしれませんが、その代わりに、彼らは、クールで、ドライなビジネスの世界で絶妙な化学反応を起こしています。彼らの関係は、情熱的なロマンスではなく、むしろ相互尊重と信頼に基づいています。彼らは常に、互いの強みと弱みを補完し合い、プロジェクトやビジネスの成功のために協力しています。彼らの関係は、お互いの短所や限界を理解し、 その上で建設的なフィードバックを交換することによって成長しています。彼らはチームとして機能し常に目標に向かって進んでいます。彼らの関係にはしっかりとしたプロフェッショナリズムと同時に柔軟性があります。彼らは冷静で客観的な視点を持ちながらも創造的なアイデアを生み出すことができます。このバランスが彼らが長年にわたって 成功を収め続ける秘訣です彼らの関係はお互いの成長を促進し新しい挑戦に向かっていく勇気を与えています彼らはお互いを刺激し向上させることで常に新しい高みを目指しています彼らは困難な時期にも互いの支えとなり共に乗り越えてきました将来も彼らはつかず離れずの距離感で共演を続けるでしょう 彼らの関係は単なるビジネスのパートナーシップを超えて信頼と協力の絆で結ばれています。彼らが目指すのは単なる成功以上のものであり、それは彼らの絆がさらに深まっていくことで実現されるでしょう。8月1日生まれの彼女は獅子座で A 型の性格を持つ。彼女は戦術家としての才能を持ち、 その他にもアロマテラピーアドバイザーとしても活躍している。早稲田大学第一文学部西洋史学科を卒業後、彼女は占い情報誌の編集プロダクションで経験を積み、独立する決断をした。彼女は西洋先生術、血液型診断、タロットなどのロジックを駆使し、開運術を提唱している。その独自の手法は多くの人々から指示を受け、 彼女の指導によって多くの人々が人生をポジティブな方向に導かれている。彼女の著書には A 型人間の頭の中や B 型人間の頭の中などがあり、それらの書籍はアオシ社から出版されている。これらの書籍は読者に自己理解と成長のヒントを提供し、多くの人々が彼女の教えから受ける啓発を受けている。彼女の魅力は その的確なアドバイスとポジティブなエネルギーにあり、彼女の周りには常に人々が集まっている。彼女は占いの世界で確固たる地位を築き、その影響力はますます広がっている。